はい、皆さんこんばんは、ビビロイヤルです。本日はスーツ姿で、こんばんは。どうですか、スーツ姿の僕は。おい、怖いって、怒涛の勢いすぎるって。なんかあれですよね、なんかよくある男性の仕草で、なんかこういうのがいいって言うけどどうですかみたいなことで始まっちゃって、録画開始開始。元気の押し売りやん、押し売りやん。よし、開始開始。一人ミルコボやばい、言うな。ユノさんいらっしゃい、うん、シチューはって、シチューにご飯かけて、ん、ご飯にシチューかけて食べるタイプ。俺苦手だな、シチューご飯は。パンだな俺。わ、俺なんもねえわ。私シチューあんま食ったことねえわ俺。 APC じゃないよこれ、 ADC ファイト、ファイト。いや、麻婆豆腐ガチ一番説あるからな、マジ。あの麻婆豆腐のあんだけで俺飯食えるもん、ずっと一生。俺はでも今おかず、お、ご飯のお供何選びますかって一個だけって言われたら、俺もう麻婆豆腐のあんって言うから。もっといいのあるやろ。あんだけでいい、あんだけでええんやから。いや俺も餃子派だな、餃子の方がいいな。いや、餃子って別になんか、その餃子ってだってもうそもそも炭水化物みたいなとこあるじゃん、餃子自体が。そんなこと言ったら麻婆豆腐もなんか炭水化物みたいなもんやん、豆腐みたいの入っててよ。豆腐は別に炭水化物ちゃうやん。バリア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 バ
ダブリ湧いた、ダブリ湧いた。湧いたら教えて。いいよ、いいよ、分かった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 。はい。ほらーほらほらほらわぁ、なんでしょう、ね、はい、ヘルス交換、負け負けえ、でも、ケトリンフラッシュヒール。オッケー、アリーレベル1。さあ、ジャングルが寄ってきてます。ファイトになりそうですよ。これ、いつでも寄れる準備、カモン。いけいけ、うわぁ、何この人数差。人数差すごいやん。え、びっくらこいた今。さあ、ルシアのその寄りはどうなるんだ。おっと、きついぞ、きついぞ、きついぞ。バリ、あれくれ。ないないない、3、2、1。いけ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 。ナイス、死んだわ。フラッシュ切ればよかった。そんな強いんや、セラフィン。セラフィン、強いよ。おー、俺、やらかしもろかった。びっくりした、今。いや、セラフィン強いよ。俺今、ただで死んだわ。ご飯にシチューかけて食べるタイプですって、マジか。かけろんやん。ご飯、あ、まあでも合う、合いそうっちゃ合いそうやな、でも。シチュー食いてよ、俺明日シチュー作ろうかな。明日シチュー作るわ、ありがとう。なんか、みんな。ありがとうね。助かるわ。明日の晩ご飯決まりました、僕の。今日、ブロッコリーと鶏胸肉買ってきたけど。アイテムありがとうございます。あ、ホイコーローもよくない。あー、でホイコーローはちょっとな、惜しいんよな、あれ。あれは惜しい、ほんまに。何がやねん。あれは惜しい。バリアル、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 バリアルよ、バリアルよ。行くよ、行くよ、行くよ、行かないよ、行かないよ、行くよ、行くよ、行かないよ。つまり、行かないよっていう意味です。かっこ翻訳。あー、行きたいな。行きたいの。行きたいな。行きたいんだろ、俺、ほら、マントルだよ、マントル。あー、痛いなー。ほら、俺、一人だと思われてる、一人だと思われてる。行くよ、行くよ、行くよ、行くよー、行くよー。グミガエルよ、下がるよー。痛いー。グミガエルよ、下がるよー。どんなもんじゃい、ドン。ちょちょちょ、痛いって、もう、痛いって。痛いわ、ほんまに。なんでこっちが準備満タンで行くよっていうタイミングで聞くんね。うまやで。痛いな。痛いよ。痛いよ、痛いよ、痛いの、痛いの。飛んでいかないよ。いいよ、いいよ。松本よ。松本さん、いらっしゃいとは言わないよ。来てないから。うん、来てないよ、誰も。ADTF 強いのこの時間じゃないから、正直。まあね、時期症の話。今日テンション高くて可愛いね。ティースも可愛いでしょ。ホワイトシチューで同じやつ了解です。ビーフシチューも作りたいけどね。
俺もビーフシチューがいい。解明の話から勝手に献立決まってて笑ったって白米も口を言う。麻婆茄子はダメなんて。麻婆茄子はちょっと茄子がちょっとデバフかけすぎ。茄子は好きよ。ちなみにいや、ちなみにこれ集団戦起きてます。あ、コメント読んでました。あの味方死にました。オッケーです。あー、これは終わる。終わったね。うん、待って、これこっちで革命起こそう。ん、革命起きる。これ革命、うん、革命。そう、出てくる。ケトリン、はい、フラッシュダウン、ナイス。なんかここ分からなかった今。ティもいる。ティもいない。ティもいない。ね、これタワーダイブしたい勢いなんだけど。わかる。ね、なんでさ、この時間帯にミッドに敵3枚おんねん。ほんまに生きれんのかな、あれ。助けに行っても無理だな。無理や。逆に寄る。あー、上寄る。俺上寄るわ。じゃ下押しといて。ADTF はプロがやってたとかですか。なんだろうね。何がやってたんだろう。俺がやってる、プロの俺が。 うわー、終わったー。Q 避けてあげてー。無理です。あー、下上死にました全員。 OK。 え、バッコスバルガーデやんこれ。はい、タイムアン買ってあげて。え、相打ちです。ナイス、ナイスなのか。いやー、キル取れたな。俺勝てたな普通に今。あ、チンジャオロースは好き、わかる。それはわかる、共感してやろう。ジポさんでした。俺アデセン入ったぞ。あー、電動センサーってことか。そうだ、敵チームがリフトヘラルドを倒しました。あー、ミッドまずいぞー。ミッドまずいぞー。ウルト打ったぞ、ブランド。ブランド打ったなー。うー、バリア。いや、寄ったとてみたいなとこあるよね、これ。もう無理やー。ミッドは終わった。おい、そのヘルスでいつまでいいんだー。リコールした方がいいんじゃないか、大丈夫か。上寄ってくるな。ここ危ないぞー。俺、うん、フロートベルトあるぞ。俺、マントルあるぞ。行くわ。いいよ。ナイス。うわー、強い。強い、これ。これよ、これ。あー、ブランドも来てる。あー、待って待って、危ない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 。一旦帰るか。うん、ウルト湧くな。ハレさんいらっしゃい、どうも、こんばんは。ムカミさん、こんばんは。うん、なんか全然勝てそうだな。 TF がこれ後半無双するな。そうだ、俺が後半無双する。これもうセラフィンウルト正面から受けにかん。まあ、ありっちゃありだね。もうこれグブ折りそうじゃない。グブ、いや、グブ上で、上やで、さっき打ちたで。とりあえずスネア入れてみた。パンテオンと、パンテオン来てる。それ見てなかった。え、ドン、やばすぎそれ。あ、終わったガチか。噛み合わんわこれ。いや、ウルトね、使うなら教えてほしいんだよね、ピンとかで。確かに心構えできてなさすぎて焦っちゃった今。うん、あ、訪れすんごいね、ごめんね。あ、それ手前の、あ、死んだ。お兄ちゃん、お兄ちゃん。
これもしや GG コンペティートか。結構 GG コンペティートだが、 AD テーフはこんなんじゃ終わらない。そうだ、ここからだ。ナビファが入ってからみたいなとこある、うん、正直。うん。でも相手なんか金持ってないんだよな、あんまり。なんか持ってないよな。ブランド全然持ってないで、マジで。303のスコアちゃうやろ、あれ。金じゃないやろ。なんでこんな勝てんのやん。それはこっちの集団戦が弱いからだ。キャッチしてこう、キャッチ。少数戦と。まあ、少数戦はまだカルマと TF で。一旦おるか。どこにワード置いとんねん。ん？ナイス、エビ使ったよ。フラッシュはあるな。今いないグブが。セラフィン狙う、セラフィン狙う。オッケーオッケーオッケー。あー待って、これ微妙いな。いや大丈夫だ。いや大丈夫じゃない。逃げろー、トンズラコケ。トンズラコケ、トンズラコキ。セラフィンが強いんだよな、もう金持ちすぎだ。そうだよ。あー待って、ブランディアいる。逃げる逃げる逃げろ逃げろ。あ、それでも、それでも美味しいやつかも。バーリア、いや行かない感じっていう。え、ルシアン、ルシアン行け。うわ、いっぱいおる。お、なんか上蘇生されてる。もうどこにも飛べんわこれ、こんな、うん、下折れ下折れ下折れ、やれやれやれ。あ、ブランド来るブランド来るブランド来る。これ見て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 。ケイト、あ、待って、ケイトにマナないわ。いけるわ、これ。いける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 。いやでもね、その後続がいるんよ。これ後続いる後続いる。なー、事故にゃー。はい、マントルマントル。マントルマントルマントル。マントルマントル。ナイスナイスおー。これもう一個エースアイテムでもいいな、正直。マジ？王剣？あ、オケに行ってもいいな。でもさすがにラピファ行ったから、あ、いいか。やっぱセラフィンとケイトリン500円差やん。俺結構金持ってきたぞ。いいよ。ってことは俺が結構体張ることになるから。いや、冬の訪れだな。くれ。え、よしよし。あ、待って、これ行こう。あ、グブいる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 。やれるやれるやれる、ブランドおらんブランドおらん。勝てる勝てる勝てる。俺を舐めてる敵は。いやでもなんか敵固まってそうじゃない、そこ。くぅくぅ、多いな多いな。いった少数戦と戦線と無理や。ダリウスダリウス行く。ダリウスダリウス、誰か行け。待って待って、パンテオン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 。行け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 。ブランドだブランド。とた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 。プレイ繋いでた。いいぞ。オッケー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 。ウルトあるぞ俺。ゾーニャなんだよな。ゾーニャじゃないから無理なんだよな。おい、トップ誰か行け。いいや。一旦ドラゴン取ろうみんなで。こういうのは一緒。いや、サード。サード。俺行くわ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 。いいぞ、ダリウスが甘えてる甘えてる甘えてる。しばけしばけしばけ、決して許すな。いいぞいいぞいいぞ、速度バック。そしてイグナイト。よし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 、始まってんぞこれ。いいぞ、気がついたらお前が一番だ。そうだ、俺が一番だ。お、え、あー、いやー、あー飛べんな。一回一回一旦落ち着こう。一旦帰るわ。俺も帰る。いいぞいいぞ、松本いいぞ。来てる来てる来てます来てます。アイテムありがとう。
ちょっとごめん、ね、嬉しいことにさ、うん、4枚プロトベルトなんよな。いやもう勝ちやん。うん、メタボさんこんばんは。キャッチしてえな、セラフィン。シャットダウン500あんだよな。うん、ちなみに今ここが激アツゾーンです。 OK です。あ、上側4枚だわ。待って待って、それ君しかいない。待って、逆にケイトリン、逆にケイトリン、これ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 、あ、上回った上回った。待てー、パンテオンがやばい。いや、これ無理だ、これ以上はブラックゾーン、レッドゾーンより上のブラックゾーンだ、あそこ。セラフィンいると来た。え、当たってんだけど。マジ？判定ガバ。俺がミスったな、普通に。やってしまった。それダリウス来てんな、多分。パイセン。終わったー、バロン取られたー。うわー、避けたつもりだった、ごめん。どんまい。いや、やっぱあれなんだよ、まだ集団戦勝てるほどのあれがないんだよな。終わるか、てか終わっちゃう。帰れ帰れ帰れ、敵帰って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 、オッケーオッケーオッケー。もうワンチャンスくれ俺に。あ、でもサードおられるな。オッケーオッケー。え、パンテオン、待って、それは何かまずくないかや。いや、でもいいぞいいぞいいぞ。おおおお、いい時間稼ぎ。ここから始まる物語あるのか、見てえな。名前リコールしてないかな。さすがに俺と使うのナンセンスか。いや、使ってもいいんじゃない、取れるワンチャンのチャンスで。バロンやってるかも見れるし、タイミングは悪くない。やってないやってない、さすがに。さすがにのマサカリ。うん、そう。誰や。パンテオンナイスだった。いや、ナイスゾーニャ。いや、キャッチしてえな、マジで。視界なさすぎるな、こっちマジで。いや、ライン上げれんのよな、この貧弱構成じゃ。ああ、ちょ、ADC3 枚は。おっ、ああ、これ下がるぞ下がるぞ。ああ、まずいぞ、死んだ俺。ああ相手の番だったぞ。そうだ、さらには相手がゾロゾロ来るのは分かりきっていた。分かりきっていたのに捕まっちまったぞ。くぅ。いや、エルダーバトルしよう。でもセラフィンウルト使ったよね。うん、使った、使ったけどもう無理よそんな。まあ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 、エルダーバトルや。ほら、ニドラエルダー TF が勝てるっていうやつあるじゃん。そうそうそう、ニドラエルダー TF の解説動画今日出すつもりなんだ。あ、今日出すんだ。そうそうそう。いや、マジで火力えぐいな相手。あ、ナイス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 、ジー落ちた、でかい。え、ブランドウルト使ってくれた、でかい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 。ネクサスが攻撃されています。これ終わらんぞ。上おられたら終わるな。でもパントンが言ってくれたぞ。待て、パントン。いや、上おらないで。あう、ちょっとこれまずい。ネクサスが攻撃されています。おお、普通に終わる。いけ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 。ミニオンを、ミニオン。ああ、俺らで作ったけど俺らで壊した。ああ、もうめんどくさいからこのまま動画上げちゃおう明日の。もうめんどくさい、この撮り直しとかも、挨拶とかも頑張ったのに。ねえ、マイナス9。今ゼロです。了解です。ダイヤまで落ちましょう。ん？いやー、ミスったな。マジ視界なさすぎるなこっち。さすがに構成悪すぎたよこっち。俺が何取ったとて別にああなったもんな。だったちゃう ADC なっとっただけやもんな俺が。うん、あ、ちょっと訪れしていくからエアサーバー切る。いや、でも強くねマジで ADTF カルマ。よいしょ。松本さんじゃん。いいよいいよ、松本いいよ。いや、楽しい、めっちゃ楽しい。ADTF？ うん。うん。ん？押してなかった君。わあ、うわ、マジか、エアサーバー戻してたわ。ああ。
ごめん。うん。40秒。何がいいんだろうな。以前にやってたジンレオナコンビ、いやー、おもろい、あれもおもろい。うん。シェンって強いですか？強い。シェン強い。なんか大体トップのタイマン勝ってるしな、シェンいる時、シェンが勝ってるいつも。うん。ウルトも TP いらずやしな。オビンセビレシェイ。松本いいように聞こえてなんかよきて、松本いいよ、早い時間の配信助かるって。いつもこれぐらいの時間の配信してるときに来てないから別に助かってないんじゃなんてことは言わないよあー待って、キュウ入れるの忘れてた、ごめん。雑談になった、雑談のタイムになってた。はい、でも皆さんありがとうございます。もうあのゲームやりたいんだけど、俺やる？やらんくていっか。偉人名言ゲームやっちゃう？みんな知ってる偉人名言ゲーム、あのオーラゲリのチョコレートプラネットさんがやってるやつ。あー、やっちゃっていい？俺たちも説明しよう。偉人名言ゲームとは、はい、リズムに乗り、はい、いそうな名偉人の名前を呼び、はい、もう一人はその偉人が言ってそうな名言を言うゲームである。はい、そのゲームを今からやってもいいでしょうか？やってもいいか？いいか？いいのか？説明聞いてなかった、死んだ。もう一度説明しよう偉人ゲームとはリズムに乗り、はい、はい、偉人、いそうな偉人の名前を呼び、はい、もう一人がその当たったぞ。ああ、押してる。偉人の、その偉人が言ってそうな名言を言うというゲームだ。すべて架空の話だ、つまりこのそうだ。で、そのリズムがこれだ。なんだっけ。え？名言、名言、教えてちょうだい。教えてちょうだい。名言、名言、ためになるや。で、一人の人が、勝手にいそうな偉人の名前を言って、でもう一回今のメロディーを2人でやって、で2人目がその人が言いそうな名言を言うっていう。そうだ。よし、じゃあどっちが先行でいく？どっちが先行というか、じゃあ俺が偉人を言う、最初に偉人を言う方か。オッケー、いいだろう、うん、いいだろう。じゃあ、じゃあ名言、名言、名言、教えてちょうだい、名言、名言、ためになる。冒険家レオナルド・ガリオ。名言、名言、教えてちょうだい、名言、名言、ためになる。川の音が聞こえたなら、近くに川があるだろう。川の音が聞こえたなら、近くに川があるだろう。名言、名言、教えてちょうだい。ピックピック。ピック！ちょっとむずいって、レオナルド・ガリオの名言は。レオナルド・ガリオは何も言わんやんだって。言うよ、歩くだけで雷鳴の音がするって。
いやこれな、名言側クソむずいマジで。いやそうなんよな、名言側がなマジでビビるぐらいむずいよな。君のピックやで、お前もやりたいだろ名言側。あーいいね、やめろ、川の音が聞こえたなら近くに川があるだろ、やめろやめろ。じゃあ俺が行くぞ。じゃあ俺もじゃあ結構なペースであの普通にやるから、合わせる感じで かぶせて。あ、オッケーオッケーオッケー、いくよ。いいよ。名言名言教えてちょうだい、名言名言ためになる。革命家バーノルド・ガバイソン。名言名言教えてちょうだい、名言名言ためになる。争いはいきなり大きな火となることはない、小さな火種から生まれるのだ。争いはいきなり大きな火となることはない、小さな火種から生まれるのだ。るのだ。うこれ上手くない？いやありそう。いや上手かった普通に。いやこれむずいな。てかさ、配信する前にさ、一回俺がネタ出したやつをさ、革命家ってもう一回言うのやめてほしいわ。ちょっと何も出てこんかった今。いやむずいな。ありそうだわ確かに、その火種は確かに小さいわ。手を歩いてる、手を歩いてる、手を歩いてる。青枠にワード、じゃあね、ちょっと練習しときます。ちょっとまあ練習とかないけどな、これそうね、練習とかないんだけど、ちょっとむずいな、発想力の問題や、これは発想力、なんかありそうな名言なんかないかな。じゃあ勝手になんかリズムなしでなんか勝手に作ってみる、一回考えてみるわ。ちょうだい、かあれちょうだい、偉人ちょうだい。伝説の殺し屋アサシン・モアハメード。アサシン ええいや、ちょっと待って、無理かも。無理待って、俺 CS 取れてる。あーちょっと待って、偉人おもろいな。偉人がおもろかったな今の。伝説の殺し屋アサシン・モアハメド。あーちょっとお腹痛い。あー何でも言いそうやんそいつ。いや俺結構、俺このゲーム得意かもしれない、なんか結構言えるよ俺多分。マジ？うん、だって俺 CS 相手前手すぎじゃない、俺が日和すぎみたいになってる。うまっ、こっちこっち、ぜほいで俺らディオレーンも勝つやん。マジかよ。あ、ミスった。それってか勝てなくね？なんか勝てなさそうだね。2発投げちゃったし。うん、多分無理やで。E上がったら死ぬぜ、それ。え？ペス！あ、ぶねえ！ペス！これがペスです、皆さん。もしかして、それがアサシン・モアハメドの名言。ペス！レオナがいいよってくるならフラッシュ吐いてフラッシュ先について来られればいい。そうだろ？そうなのか。ああ。多分それは普通に避けて俺がランタンでザヤの方について 2V1 すればいいだけの話じゃない。俺ちゃんと強いで俺ら。あ、なんか彩香さん初めて配信来たのですが、面白すぎます。すいません、なんか意味わかんない時に来ていただいてありがとうございます。待って、おおジャックス。ジャックスへ。でもそれ以上はそれ以上はやっちゃいけないだろ。行くぞ行くぞ行くぞ、これゼドモローで。レオナまだ4レベだなお前。一回これザヤの竹取ってあげて。ん？
いい、まだないよ。いいよ。いいよ。ゼドに逃げられたな。トンズラこかれた。トンズラこかれた。トンズラこきだな、あいつ。そうだ。なんか意地の名前くれよ。意地の名前？うん。東町のパン屋さん、松尾純。ちょっと待って、偉人かそれ、本当に。偉人だろ、パン屋さんの松本は。東町のパン屋、松尾純。松尾純。東町のパン屋、松尾純か。フランスパンやドイツパン、イギリスパンなどはあるが、俺が作ったものは純パンだ。フランスパンやドイツパン、イギリスパンなどはあるが、俺が作ったものは純パンだ。なんだそれ。いや難しい。最後までわからんかった今の。純パンってなんだ。なんだこのきつい当たり方は。俺がだって集中してなさすぎて勝ってんのかもわかんねえ。相手なんもないぞ。でこれなんもないから勝てるんだ。勝てるぞ。これ来い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 。こいこい行く行く、こいこいってか行く行く。あ待って、俺死ぬ必要なかった。それやばい、これいやそれレオナルド・ガバイソンだ。いける。レオナルド・ガバイソン、うん、ナイス、勝ちました。あ17で見たの初めてですけど、2人のデュアめちゃくちゃ好きです。でもそんなコメントしてくれる君も嬉しいな。嬉しいよ。寄ってるよ寄ってるよ。ありがとう。あー、いっちゃん嬉しいこと言ってくれるやん。あー、てか、うん、それ継続していかん。待って、引いて、人数差ある。俺行った方がいい、それ。あー、アイテムありがとうございます。あ、なんか一個コメント飛ばした気がすんな。なんかこ、アイテムがなんたらみたいな、忘れちゃった。ソロキルやないかい、シンプルな。ナイス。いつも YouTube でアーカイブ見てました。ありがとうございます。これからも来てください。見てください。ねえ、ジャックスがなんかこっち飛んできた。寄ってきて、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 寄ってきて。寄ってる、寄ってるよ。じわじわ、じわじわ。ああ、え、倒せるくねえ、それ。なんだこれ。俺もいる、俺もいる、俺もいる。レオナ、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 レオネスバンガーです。ああ、フラッシュバンガーですよ。2個、あ、1個フラッシュだった。え？おっと、ザヤちゃん、ザヤちゃん、後ろから行くよー。引いたわ。明けおめ。グロゴで明けおせん、明けおめ。あー、ちょ、鼻水が止まらんなったなんか。まあでも多分なんか若干センスあるな、俺の方の気するな。ありそうだな。俺歴史好きやからな。そうです、俺の方が得意やね、もう歴史。いやでも好きさが違う、得意かどうかではない。好きかどうか、好きではないからな。え、そのヘルスで、それは、あ、ぜひ。え、俺レジェンダリー書き鳴らしてない、なんか。うん、てかこれなんならさ、ジャイアンドウルトモーチェルタワーダイブしていいから。あ、待って、ごめん、めちゃめちゃ遠いわ。あ、いいだろう。さあ、身が湧くぞ。身が湧いたら身が笑って、手を鳴らせ。あ、うわぁ。まあでもいいだろう、ミニオンロストにタワーがワンチャン折れるっていう可能性は相手に叩きつけた。おいおい、ゼット、そのミリヘルスで何ができるっていうんだ。さあ倒してやれ。あ、ダックス死ぬ、それ。あぁ、惜しい。まあ、ながちゃん、俺がやったことと変わりない。いや、お前はいい、俺のアシストしてくれた。あぁ、入ってもらえたす。あ、セティも死んだ。大丈夫だ、俺がいる。そうだ、俺とお前がいる。そうだ、俺とお前でパンナコットだ。そうだ。うぅ、ちょっと落ち着いてきた。伝説の殺し屋で俺ちょっとやられとったから。アサシン・モハメド。おもろかったな。いや、俺ほぼ画面見てなかったのに CS 撮ってたの偉くね、マジで。カニ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 。相手誰が育ってるんだろう。あんまり育ってない。ゼディ、ゼディザディだけ。ゼディザディね。うん。
いやマジほんま名前で笑わせてくのずるいわ。シュシュと壊さないなら壊せばいい。俺最強じゃねえてか。てて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 レオナがウルト打ってくるならスライドで避ければいい。そうだろ。あー、ジャックスが即死。おいおい、俺が取り残されちゃったぞ。おー、任しとけ任しとけ任しとけって。ケネン、ウルトあるぞ、多分。ザヤ、ウルトはないんじゃないか、多分。あ、あるわ。持ってこい、持ってこい。ナイス。よし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 。あ、待って、全然当たってない。ナイス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 。え、さらになんかさりげなくドラゴン取ってね。え、マジ？ナイス。え、今のあれだよね。誰が取ったんだろう。ジャックスが取ったのかな。わかんない。マウンテンでやったよね。うん。1ドラ目取られてたし。え？あ、待って、やばい。え？どうした？これで地震？うん。あ、これでかいやつだわ。え、マジ？うん。ちょっとやめて、怖い。ちょっとみんな気をつけて、一旦。俺はプレイするけど、みんな気をつけて。うん。みんな気をつけて。ガチ気をつけてね。やばかったら逃げる。とりあえず窓開けとこう。逃げれるように。エンジ揺れてる？俺まだ揺れてないんだけど。揺れてんのかな？なんかさ、俺の家なんか多分、バフ入るわ、地震来たら。震度プラス1されるわ、体感。全然大きくなかった。やばい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 、死んだわ。ランタン乗れる？ちょっともう地震のせいよ。もう地震のせいじゃんこれ。それは行き過ぎ。あ、もう俺死んだわ。さよなら。でゼドが育ちちゃった。俺ゼドおるのにゾーニャ行ってないやん。ほいで気づいたら、うん、あ、ジャックスが取ってたんだ、ありがとう。いやー焦った。ちょっともうなんかテンション下がるわ。ナイスアリー。お？だが森池は全員倒せそうだな。うん、頑張れ頑張れ。もうちょっと待て、こっち側に待て。これ見ていかないとやばいぞ。ちょっと怒ってるから。じゃあ俺が見ていくぞ。ああ、ミスった。あー、ミスったー。でも脅威ザヤなんだけど、俺の動画見た今日。千葉で震度。え、待って、また地震来た。え、また？え？怖っ。揺れてる？あ、震源地俺の方だったんだって。え、怖っ。え、動くない？ 5 分に2回来るペースじゃないこれ。余震？怖いって。もうなんか南海トラフとか言うやん。もうドキがムネムネなんだけど今。クレヨンしんちゃんやないかい。もうみんな避難経路だけ確保しとけよ。落ち着け。俺がついてる。俺避難経路確保したら後ろのゴミ部屋映っちゃうんだよな。4だとでかいね割と。え？なんかいたわ。あとこれ水戸、俺じゃねえ、おさんといけんの。うん、なんで君がそこにいるの。なんかおるレオナ。これ一人じゃねえ、さすがに。うわ、避けられた。怖いな、ちょっとゆっくり行こう。うん、聞くわ。てか下だいぶじゃねえこれ。なんか地震かとってなんかずーっと揺れてる感じがしてやだわ。なんかね、なんか揺れてる気するよな。わかるそれ、うん、確か311も数日前に数回余震あったらしいですねって。おいおいおい、なんと怖いこと言うじゃねえかそれ。全くだ。もうちょっとビクビクしてきたぞ。なんかでも外におるときになってほしいわ。なんか家の中でおるの怖いわ普通に。うん、わかるね。俺地震あんま経験したことないからさ、うん、今までなんか人生その
その地震の震源地の近くに住んどったことがないよね、そもそも。うわ、俺なんか強気で前出とったけど、めちゃめちゃできるやん、普通に。俺も強気よ。なんで俺赤取りなんやろ。なんで？よし。ん、ハルブレイク入ったって、瀬戸。オッケー。いや、こっち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 。ほら、こっち行くよー。お前もう見倒られた。いけ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 、ヒル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 。あ、うまいじゃん、ザヤ。そこ。やばいね、これ。いいとこ。これは絶対奥入りすぎた。なんかもう地震来てなんか集中できんないけど、プレイ。集中できんなってきた。マンションの上層部に住んでる人は、まあ、設計を信頼するしかないと思う。やってんのかな。やってないね。てかなんならハルブレーカーセットナイス折れたわ。え、いい使ったやんそれ。ナイス。俺強い、忘れとった。俺強いんだった、めちゃめちゃ。うん、お前は強い。そう、俺は強い。俺は強いんだが、地震のせいでちょっと ビクビクしてる。そうだ。毎日平和にヤチョレックス見てたいですって。そうだよな。うん、俺たちももうアホみたいにしときたいよ、ずっと。いや、俺たちは変わらずアホだぞ、言っとくけど。そりゃそうだ。何があったってアホはアホなんだから。アホはアホか。スルメさん、こんばんは。スルメシアン？違うよ。スルメシアンじゃない。ルメってついてるからって、勝手にそれにすなよ。ああ、下やばいな。当たれそうじゃねえ。でもレオナウルトないで。てかさ、これ普通に見通すべきだったんじゃない俺たち。まあそれはそう。いやもうだってもう ビクついてっちゃってんもん俺。やべ、ナタン。いや一旦クラッシュ。あ、やべ、死んだわ。忘れてた。ちょっとゾウニリュウ。あ、でも懸念クラッシュ。エルダーまでには湧くわ俺。いいよ、瀬戸が向こう行ってるから、これ帰らせなければいい。そうだろう。そうだ。そうだろう。いや、マジでなんかちょっと、集中できになった。集中はしてなかったんだけど、ずっと。え、でも、えクソワースなんだけど。うまい。外に出てて家に帰れんくなるのも怖くないって、なんか、いや、家におったらだってなんか、外におったら地割れしか、なんか危険、なんか危険してんでいいけど、家は別になんかぶっ壊れるぐらいじゃん。やった、これでかすぎ。上のセカンド漏れた。ナイスこれこんな育ったルシアンでこんな後半死ぬのめっちゃ久しぶりだわね。てかさ、君赤取りだから僕ワードにするよ。じゃあ、あ、そうね。うん、大丈夫？うん、大丈夫。本当に？よし、相打ち。いや、本当にそれ、緊急地震速報の音は怖い。本当に良かったのだろうか、相打ちは。でもね、アーリーめっちゃ強いんだよな。うん。ウルトないや、ジャバン。あ、セットいい、そのセット。あ、いいね、いいね。さあ、俺にウルトいい使っていいと思ってんのか。あー、あれうまい。アーリー、そう、アーリー、めっちゃいい動きしてくれる。それをアーリーがしてほしいの。そう、序盤に8キル取ってめちゃめちゃしんどいやつ俺ぐらいよ、ほんまに。あー、もうセットはミートプッシュしてね。味方いい動きしてんね。アーリー、アーリー、ちょっとジェホ、ジェホ、ジェホ、え、アーリーさん、アーリーさん、そう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 。あー、いいいいいい、だいぶよろし
いや、じゃあようやく心拍落ち着いてきたわ。じゃなんかな、マジ自分で地震来るよりレックス君がこのうわ地震来たっていうのが一番びっくりするよね俺。俺の声がでかいから。そう、ナイス、ジジイいけるやん。ザイアップ。ザヤ結構痛くね？これも痛いんじゃね？うん、確かに。てか、ミト折れたくね？もう強いよ。もう強いわ。これ、バロン行く必要あるか？ない。まあ、味方のジャングラーが行くっていうんだったらついていけばいい。俺はもう後抜く。いいだろう。いやー、ちょ、マジで顔熱いわ。自信のせい？うん。びっくりするわ。うん、もう一回休みに行かん？一回ちょっとセルリア入れてくるわ。え、でこれエルダーで参考垂れてなくなっとってバロン取ったってこと、ってこと俺らジジイよ、もうか価値観ティヌス第2の章。え、名言ですかそれ？俺違います。今のは本のページをいただけ、物語の。やばい、 俺も混ぜて。ブローニャ使ってあげて。ナイスー。ユノさん、どうもこんばんは。あーていうか一人が怖いよねって、まあ何によっても一緒やろそこは。一緒に、あ、マスタープラス15だ俺。うん、渋ねー、渋ねー。4万5000ドマゲ。渋ガキ、何が渋ねー。え、渋ガキやった。大震災経験した？東日本大震災。いや、もうよう耐えとんね、みんなほんまにね。いつ来るかわかんないから本当に気をつけてください。ナイス、ジジイありがとう。調子よかったのに最初。なんか今日頭ぼーっとしてるからスレッシュの調子いいぞ。でもどんだけ雑念あるんやお前。え、雑念？雑念の塊やんそれ。雑念、右脳に牛、左脳にブラームって、ずっとそれが脳裏によぎってる。そりゃ使えんわ、牛もブラームも。うん、得意キャラやろうがいお前の。職場で地震来た時に回転椅子乗ってて吹っ飛ばされ、マジでもううわーって。そんな楽しそうじゃないか。それ漫画やん。アニメとかの、あれーおやめなすってーってなってたんか。良いではないか、良いではないか。いや、そうボケるとこじゃない。ボケるとこじゃないこれ。やめろ、謹慎や。せやで、気をつけろよお前。本当だよ、バカが。バカがよ。彩香さん、アイテムありがとうございます。あれか、彩香さんってあれか、あのちゃん猫さんのお友達か。なんか、ツイッターで見た気がする。やめとけ、ほんまやで。ほんまやで、タルメシア。やめとけよ、お前。え？よし、俺のせいじゃなくなった。何責任転嫁しとんね。責任転換ね。ああ、そうだ。あ、猫 S さんが彩香さんって人か。あ、どうも、お二人で見てくださりありがとうございます。感謝です。あれあかんで、ほんまに。なあ、タロメちゃん。謝っとるで。多分許してやってくれや、アレックスくん。許さんぞ！ほんまに。許さんぞ！けしからん。俺何やったらいい？宇宙。宇宙、モルガナ。カルマ使いますよ。TF じゃん。うわ、待って、やば、ベイン、ルルベインじゃん。何時だってか、俺騒いでいいのか、こんなに。ダメだよ、10時43分か、まだ大丈夫だね。俺何やったらいい？何でもいいよね。セナ？いや、セナじゃない。
いや、ブリッジやっていいかい。おお、危ねえ。カルマセットはね、ちょっとないかな。カルマセット相手の ADC 次第だな。いや、わからねえ。足、あの、ダッシュで走ってってさ、うんってやって。CC、まあ、CC チェインして。結局、強キャラ置いとけば強いみたいなことあるけど。はい。てか、瀬戸が強え、マジで、普通にずっと。なんか相手強いから集めましたみたいななんか顔しとるけど大丈夫これ、こっち寄せ集めましたみたいな感じ、うん、逆にいやこっちはいい構成してるワールドグローバルート2枚に CC が4つすでにそしてムンドムンドあいつは体力の張れるただのバカだかこいつはなんかリベンがよかったまあ何でもねムンドだそんなヤッチョさんに、究極のヴァンパイア、レオナルド・ダ・ヴァンパイアレオナルド・ダ・ヴァンパイア、あ、レオナルド・ダ・ヴァンパイアだ、偉人だ。レオナルド・ヴァンパイアはこう言った。血が吸いたい、ああ、血が吸いたい、血が吸いたい、ああ、血が吸いたい。違った。え？絶対違った。ポエムやない方だろ。絶対違うもんこれ。ごめんみんな。ごめんね。やめて文字起こしだけは。文字起こしだけはやめてよ。文字起こしだけはやめてよ。いや、無茶ぶりするの楽しい。難しい。難しいよ。誰やねん、レオナルド・ダ・ヴァンパイアって。待って、やばい、鼻水出てきた。すいません。すいませんでした。てか多分これ試合中にやると集中できなくなるからやめようか。いやお前脳が溶ける。二人で楽しみながら見てます。ありがとうございます。良いではないかと。良いではない、良いではないか。もうニコニコニコや、ニコニコの文字起こし職人や。そんなやで。ソムリエや、ソムリエ。いや、うまいな、やっぱチョコプラとかってやっぱ芸人さんってすごいね。え、結構うまく言えてたチョコプラ。いや、あんまりうまくはなかったかもしれんけど、俺の方がうまく言える自信あるもん。おってことは欲しいってこと。いいぞいいぞ来いよ。何間違い。本当に偉人がいい、それともあの町のおじさんがいい。いや、だって町のおじさんって偉人じゃないじゃんそれって。だって本当に偉人じゃなきゃそれ偉人じゃないじゃん。だってもうゲームが確かにな。まあ、でもそれでもすごいこと言えたらやばいけど。確かにプロやで。うん。じゃあ、あいつで行くか。なんだ？西成の、ああ。スーパーホームレス。田所、よいサブロー。それ、偉人じゃないだろ、絶対。結局、偉人じゃないか、これも。偉人ってむずいな、なんか。いや結構簡単よ。味方が倒されました。なんかあれで崩壊してるな。スーパー確かにスーパーホームレスってなんやろ。おお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 お待ちになすって。追い越せ追い出せお嬢ちゃん。ここワードだ、ここワードだ。誰が取れるか勝負だ。さあ敵のジャングルもやってくるぞ。早く取れ早く取れ早く取れ。やれ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 。お前何やってんだお前。そうだそうだそうだ。てめえよおいてめえよ。確かにただの大喜利になってるわ。待って TF がただの大喜利なんよずっと。待ってそれ寄ってるぞ寄ってる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 。ああそれフラッシュ切れなくていい。もうちょっとギュッと引き寄せてほしかった。ギュッとね。じゃあちゃんと偉人にするわ。ベイが固くね。
カタリス入ってんのか。味方が倒されました。あー、ムンディが負けたなんかいいの来たな。あ、いいね、それ採用しよう、ちょっと。いける？まだ、いや、いいぞ。昭和初期のお祭り男、小西進む。お祭りを盛り上げているのではない、時代を盛り上げているのだ。お祭りを盛り上げているのではない、時代を盛り上げているのだ。おお、いい人やな。お祭り男らしいわ、それ。昭和初期のそれ伝説や。伝説のお祭り男が言うやつや、それほんまに。いや、でも確かにちょっとうまいな、レックス君。ぽいもん。だろ？うん。俺作文下手やけど、なんか、嘘のネタ書くの好きかもしれん。うん。いい感じやな、今んとこ。なんかでも全部同じ構文やけど。ああ、そっか、構文のセットもなんか確かに似たような感じだな。あ、てか俺ら帰ってないんだけど。ちょ、これもリライセット入れよう。移動中です。グロチャ入ったよ、グロチャ。ヤチョさんの血が吸いたい、ダメ？そんなにダメだったから。あフィールド展開、死んでる。これ勝てなくね、シンプルに、うん、勝てなさそうじゃない。これ DPS 足んないよ、うん、あれてか、なんでムンドが寄ってて TF が上なんこれ。ほんまに折れとるし、ほいで。え、これいける？見れる？無理無理無理、全然無理よ。味方も倒されたって思ったんやけどさ、うん、こっち、TF がめちゃめちゃ育たん限り勝てんくね、こっちの構成。うん、勝てん。あー、グビッといっぱい。ナイス、ナイス。ナイスだろ。あれどうしよう、言ってあげる？こっち確かに構成ダメージなさすぎたな、これ。いや、マジで。ソロ級に構成という概念はない。そうだ、育てばいい。これ YouTube 上がりますかって、ちょっと今悩んでます。なんでちょっと恥ずかしくて。そんなこと、あーさあね、さあ、これジャックスのさ、スプリット止めるやつ誰もおらんのよ。これ構成負けじゃね、マジで。うん、まあ、諸説、ね、バイバイ戦もー、多分5-5は勝てんからキャッチ狙わんと無理や。いいか、節子。節子。で、なんかね、プロトベートでもいいんだけどね、なんか、結局、なんか、エンゲージ力稼げるのって、グローリアスエンチャントのがね、あるんですよ。使ってみた感じ。いいか、君が育つんやで。そうだ、俺が育つぞ。これでもボットに言いたいにも俺 APC やから勝てんのやな。うん、それが結構まずい。あー、ティーム死んだぞ。あー、リラ、あーリラ、あーリラ、あーリラ。いいか、ミッドレーナーの諸君、ジャングルの視界が取れておらず、敵のジャングラーの姿が見えてないときはミッドの半分より前に出ない方がいいぞ。そうだぞ。決してキルを取れるわけでもないのに行くのは良くない。そうだぞ。トップレーンのタワーが攻撃されています。覚えておくように。え、なんか暴れん坊将軍な、あっちに。うん、どこ？ここ。あ、ここか。なんかあれいそう、松平健。そう、ビーバッサンバオーレ。そう、見えるんだよな、バイさん。バイさん、バイさん、よりにもよって大きいミニオンだけ取っていく。うん、なんで赤取りましょうね。赤取りますね。で、TF はね、普通にウルトで寄ってきてくれたらいいよね、その歩いて寄ってこずに、うん、ミッドレーンをまず押してから寄ってあげて。
パリンしてきたけど、タワーを削るのに勤しむ。勤しみ。ここ。シーシー合わせてあげて。シーシースキル。俺はこれでダメージを減らす。そうだろう。そうだ。ウルトが来るぞ。ああ。さて、守れないぞそうだ、守れないぞ。あーまずいな、だいぶだいぶまずいぞ、これ当たらんかった。あ、頑張れ、うん、いやいや、マジでまずいいや、マジでそう。ベイが育ちすぎじゃん。あ、ミカちゃーん。あれてか、ハルウェイ書いてるし、無理そうだな。ナイスナイス。誰が？あ、いけるんか。いけるはいけるんか。ハルブレイカー持ってないよ、ジャックス。え、嘘。あ、ディバさんかもね。うん、頑張って、俺死ぬかも。ディバさん。マジで結構きつめ。やべ。守れんくなっちゃったこれ。お、でも TF 来た。うわー、ちょっと届かんかもー。待ってよー。行きそう。いや、さに寄ってきてるわ。それセカンド、ギブネクストウェーブ来る。ギブだねー。ん？そのタイミングで来るのは？相手さん？ベイに指示を。うわー。うわー、もうバリア硬すぎー。待って、死にたくない。うわー、もう無理や。うわー、そう、これネクストしよう。さすがに無理だわ。ネクストザランページだこれ。これ未来見えん、さすがに。これはきついな。うん、負けすぎだ。モルガナなんてやらないよ、俺はもう。よく言った。何やろうかな。何がいい？募集します、キャラクター。それは言わない約束じゃんって。もう普通にモルガナ強いんだけどね。でもやっぱな、やっぱソロ級とかっていう概念で考えると、やっぱキャリできるキャラクターじゃないときついよね。キャリしにくいし、モルガナって。え、待って、今日の地震のさ、震源地見たけどさ、レックスくんちゃった？え、ガチそうなんやけどそう。え、じゃあレックス、今日のじゃあ地震の震源地調べたらレックスくんが住んでる場所、大体わかりますだからさ、地震起きた瞬間俺、家が縦に揺れたもん、最初、うんってあー花のあそこに入った、あのここに入った瀬戸カルマ。めちゃめちゃ水出たわ今。瀬戸はね、トップの人がやるみたい。カルマやるよ。あ、瀬戸でもいい。あ、瀬戸でもいい。ん、 ADTF カルマだいやでもこれ瀬戸が取れなくなっちゃうか。あ、でもこれ ADTF の方がいいんか、やつどうなら。それこそ、いや、マジ震源地は俺の家なんだけど。てか俺暴れたん、レックス君が。でも俺おならしてないよ別に。え、てか TF 版ソフトなんだけど味方に。えあれ安藤じゃなくなったんで。ん？ていうかゲップ来た？ええ？ゲップした誰か？やつはしなかった？俺した？水はめちゃめちゃ吹きこぼしたけど。あ、してないか今。今自然に出せなかったゲップ。俺自然にゲップした？今自然にゲップしてた。そう。俺ゲーってしてた。してた。もう上げれんじゃんこれ YouTube。一回録画停止しとく、ここで。カットしとくここ。いいよ、ですぐ始めちゃえばもう。3試合ぐらいしたし、一回止めるわ。